皆さんこんにちは、川口でございます。えー、今日はですね、えー、MAC-D について勉強していきたいというふうに思います。今日ですね、勉強する MAC-D、テクニカル分析の分類の中では、どういったところにですね、属しているテクニカルなのか、まずここからですね、確認をしていきたいというふうに思います。 えーまあ、これはですね私が独断と偏見で分類したテクニカルの分類図なんですが、ま、くりちょうどこここに今属しておりますこれはどういった位置関係になるかといいますと時系列のトレンド系の中の まあ一つの手法であるということです、えー。時系列というのは何月何日いくらという記録がちゃんとされるテクニカルの中で、そして、えー、分析としてはトレンドの分析に強い、えー、そうした、えー、ツールの中にあるまあマックリーです。ただこのマックリよく見てください。ここからですね少しこのようにオシレーター系の中にも入ってきて、実は売られすぎ買われすぎのですねわかるまあそう そうした分類にもですね、えー、属することもできるというところなんですが、まあ、私はですねどちらかというとトレンドを分析するのにはですね非常に便利でそして買いシグナル売りシグナルがですね比較的便利に出てくるそうしたテクニカル分析で皆さんにはですね非常に使い勝手のいいものではないかなというふうに考えています。 はい、その MAC-D なんですが、えー、ここではですね移動平均を使いますただその MAC-D の中でですね使われている移動平均というのは皆さんが知っている今までの移動平均とは少し違います見ていきましょうまず皆さんが今まで勉強してきた移動平均これは単純移動平均線と呼びますまあ、単純移動平均線というのはシンプルムービング アベレージの意味で SMA ともういうふうに表示されていたりもします。 データの比重はすすべて同じですつまりデータの数が5日間であれば5日間の終値を足して5で割ります10日間であれば10日間の終値を足して10で割りますということはデータの比重は5日であればすべて5分の1ないしは10分の1ということで同じになるわけです。でも皆ささん考えてください私たちはやはやり 明日の値動きが知りたいんです未来の値動きが知りたいんですその時に一番役に立つ値段はいつの値動きなのかということを考えますと5日前10日前20日前 日日前のの値値段段よりも今日の値段これがですね明日への値段の手がかりになるからなんですね。となるとですね最近の値動きに比重をかけることによってですね明日以降まあ未来の価格の動きがですね分析できるんではないのかなと考えるのはこれ投資家としてはですねまあ当然の動きではないのかなと思うんです。そうすすることによってですね実は未来の動きをつかみ やくなる。そこでマック D ではですね、直近のデータに比重をかけるですね移動平均線を使います。それをですね指数 平滑移動平均と言います。まあ、非常に長い文章で、名前もちょっと難しいんで、まあ、全部覚えなくてもいいです。よくですね、教科書とかネットではですね、E. M. A. というふうに表示されたりもしてます。これはエクスポーネンシャル、ムービング、アベレージの意味で、まあ、要はですね、直近のデータに比重がかかっている移動平均なんだよということです。この移動平均を使うことによって、直近の動きに比重をかけながら。 未来の動きがわかるんではないのかなという考え方のもとにこういう移動平均を使っていくわけですじゃあ例を見ていきましょうまず5日の移動平均を例にとります普通の移動平均まあ先ほどもちょっと言いましたが単純な移動平均であれば1日2日3日4日5日のデータを足して5で割ります比重はすべて1分の5分の5分5分の1 5分の15分の1すべて一緒ですさあ指数平滑移動平均線になるとどうなるか1日2日3日4日5日ここまでは一緒ですで比重をかけますどういう比重をかけるのかと言いますと今日のデータをもう1日足しますいいですかつまりまあ今日のデータが2倍にはなるんですがまあ表現としてはですね今日のデータがもう1回 プラスされると、加わるというイメージの方がいいと思います。さあ、そうすることによって、いいですかデータの数が1、2、3、4、5、そしてもう1個加わるんで、6になるんで、データの個数で割る分も6になる。 つまり、六分の一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 、六分の二の比重がかかるということで。これによって、直近の値動きに比重がかかるということになるわけです。この計算式をですね、マックディーでは使っていきます。はい、そのマックディーなんですが、教科書的にはですね、十二日と。 二十六日の二つの移動平均線が使われます。まあ十二日が短期、二十六日が長期ということですね。で、えー、まあ一日からですね、十二日までは一緒なんですが、その指数平滑移動平均線。 ここにもう1日今日の12日目のデータが加わります。ということでデータ数が1個増えますので12プラス1の13が分母になり13分の113分の1そして13分の2の比重がかかるということで、まあ、ちょっとですね直近のデータに比重のかかった、まあ、塩、こしょうの加減が効いたそうした移動平均線になるわけですさあもう1個26日の方です。 一日二日そして二十六日までは一緒なんですがもう一日二十六日目のデータを足します分母は二十六プラス一ということで二十七になります二十七分の一二十七分の一二十七分の二というふうになりますまあここでですねちょっと気づいていただきたいのは直近のデータに比重がかかるんですがやはり短期と長期ではですね十三分の二の比重と。 27分の2の比重ということになりますのでより短期の方が直近のデータに比重がかかってきているということは26日よりも12日の方が現物のその価格の動きにより近づこうという比重がかかるということになってまいります。そううししした動ききををでですねグラフでちょょっと確認をしていきましょう こちら上昇トレンドでどん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 価格が上がってきますそれにつられて短期の方はどん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 その現物になるべく近づこうということで必死でついていきます、まあ、上昇していくわけですね13分の2の比重がかかってますところが長期の方の EMA は27分の2の比重しかかかってませんのでゆっくりゆっくりと上がっていってしまう。つまり上昇トレンドが ちゃんとしっかりと出ていれば出ているほど短期はどんどん上昇する長期はゆっくり上昇するということで実はこの短期と長期の間で返りが開きが大きくなってくるということなんです。 下落トレンドを見てみましょう下落トレンドがどん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 鮮明になっている短期の EMA はどんどん近づこうとして下がっていくところが長期の方の EMA は27分の2の比重しかかかってませんのでゆっくりゆっくり下がってくるつまり下落トレンドが強ければ強いほどこの短期とこの長期のこの会議幅がやはり 広がっていいくととうことになるわけですつまりトレンドが出ると短期と長期の移動平均線ではその乖離がどん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 広がっていくということになりますこの乖離の広がりをでですすね利用したのががなんですがその前に実際どういうものになっているかをですねチャートを見ていきたいなというふうに思います。 はい、実際のチャートですねここに書かれてあるのが実はこの赤いいのののののがが短期の EMA 青いのが長期の EMA EMA 青長ですこの高値からですねこの安値まで下落をしているこの動きの中でどうでしょう短期の EMA はどん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 下がっていってます長期の EMA はゆっくりゆっくり下がっていってます。ということでこの短期と長期の EMA の差が どんどん広がってってるというイメージがわかるのではないでしょうか逆にこの底値をつけてから反発上昇するこの上昇トレンドの中でこの短期と長期の配慮を見ていくとどん,どん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 今度は上昇トレンドでも広がっていくというのがわかると思いますですのでこの移動平均線のですね乖離幅 これをですねどうやったらこの相場間に結びつけられるのかといったところがですねこの、D、の、まあ、ポイントになるわけですはいさあそこでこの MACD の正体というのはその短期の EMA と長期の EMA の差をとるつまりこの返り幅これがですね D の数値になるわけですつまり上昇トレンドの時には乖離幅がどん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 広がりますが短期の方が上でしたね長期の方が下でしたねですので短期引く長期は数字としてプラスになる MACD のプラス幅がどんどん広がっていく状態これが上昇トレンドの時です。 逆に短期の EMA の方が下で長期の EMA の方が上の場合下落トレンドが続いている時には短期く長期の MACD の数値はマイナスになるつまりマイナスの幅がどん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 広がっていく時これが実は MACD としては下落トレンドを示している時というふうになるわけです。ただこののように短期の 平均線と長期の平均線をです,ね引くとですねそれはもう数学上ですねその時々の値動きによってまあ微妙にですねえちょっとこう動きがですねえまばらになったりします。ですのでこうしたトレンドというのはゆったりとトレンドをですねしっかりと把握していくという意味でこの数字で出した MACD をですね なだらかなです、ね、線としてもう一回把握していこうという試みがなされていますつまりこの MACD をさらに平均化したシグナルという線を出していきます。 まあこれはですね教科書では9日が捉えてるんですがこれはまあ皆さんの工夫によってはですね5日にしても10日にしても結構でございますいずれにしてもこのまっくりこのただ単にですね移動平均の差だけでは結構この数値にばらつきが出てくる時もあるので 平均化したシグナルも1つ同じ線とししてて表示していこうじゃないいかというのがこの MACD のポイントです。ということで MACD というのは最終的にですねロ、えーソク足のチャートのところに MACD とそれから MACD を平均化したシグナルという線の2本が通常出てままいります実際にその2本出てきた線で確認をしていきましょう。 この赤いのがマックリーですこの青いのがマックリーを平均化したシグナルですどうでしょうかまず皆さんに気づいていただきたいのはここの下落トレンドしっかりと下落してますね反発上昇のトレンドしっかり上昇してますねそして直近の下落トレンドの中ではやはり下がってる やはりこうやって見ていきますとしっかりとですねトレンドというものは把握してるじゃないかということになるわけです。さあそこで教科書的にですね買いシグナル売りシグナルはどのように出されているのかといいますとこの MACD とこのシグナルのこの交点で売買シグナルというものが発せられます。つまり D が 下から上にシグナルを超えていく時逆にマック・ディーがシグナルの上から下に割り込んでくるところこれを売りシグナルとしますつまりここ買いシグナルですどうでしょうまあこの辺で買ってそして売りシグナルまあこの辺で売るでこの辺で売って今度はここで買い戻すそれでここで買ってここでまあ売ると。 いうような形で、まあ比較的ですね。 トレンドというものをですねしっかりと掴んではいるのではないのかなというふうに思いますまあ,あの欠点があるとしたら2つほどございます1つはですねこれトレンドを示すテクニカル分析でございますので持ち合いになってしまったりトレンドが確認できないような状況になっている時というのは騙しが生じることが多いこれ1点目ですそれからですねトレンドというものは少し遅めにシグナルが出てきます そのシグナルが出た時というのはですねすでにトレンドが始まっている時が多いので、まあ、その辺はですね仕掛ける時エントリーする時は非常に便利なんですが決済する時はですね少しその高値、安値をもう通過してしまったあとになるケースが多いのでそこはちょっと他に工夫をしていければなというふうには思います。以上がでですねの説明でした はい、今回のまとめです。MACD トレンドをですね、分析するのに非常に分析のしやすいテクニカル分析ではないのかなというふうに思います。直近のデータに比重をかけた移動平均線を使っています。そして、2つ表示された線、つまり MACD とシグナルのですね、交点によって売買シグナルが発せられます。ですので、ビジュアル的にもですね、そのトレンドを確認できると、そして売買シグナル を確認できるというところではですね、非常に使い勝手の良い,いテクニカル分析ではないのかなというふうに思います。ぜひ皆さん試してみてください。そしてですね、えー、次回はオシレーター系のテクニカル分析を勉強していきます。つまり、買われすぎ、売られすぎをですね、把握していくテクニカル分析です。次はですね、その中でも横綱的なですね、えー、分析と言われております、RSI をですね、紹介したいと思います。